からですか。こっち側が壊れてる。はい、じゃあちょっと体重上がります。はい、はい、713。そっか、これ713ですね。そうなんです。だいぶで実際食べてみはどうでしたか。あー、なんかペレットとかこれちょっとパーセントとか約なんですけど、こっちが最初、パーセントってことで 100% がいくつなのこれ。パーセント、上がチモシーで下がペレット。 100% が何グラムなんですか。15グラム。 100% で 15g、うん、ってことは例えばここだったらどんだけ 15×3 だからまあ 4.5g、 4.5 の 20 だから、3g。すいません、グラムで。そうですね、グラムの方がありがたいですね。50、60、だから 7.5 と、7.5 と60だから8か。なるほどね、ペレットがだから 7.5、15.5 で、チモシーが 7g ぐらい、こんな感じになるんですね。で、これは、はい、なるほど。じゃあこれ結構ペレットが多いんですね。ペレット多いです。ただ、そのチモシーが、チモシーマットと、あとチモシーでなんかドームみたいなの作られたやつを設置したんですね、はいはいはい、でそっちをガジガジ食べてガジガジ食べてて。なるほど。そうするとさ、それって何日ぐらいで破壊しちゃいます。早い破壊するわ。いや、今入り口とか、マットがちょっとなくなったぐらい、うん、そんなにすごいガジガジ。あ、これね、チモシマットね、はいはい、そういう感じで、はい、わかりました。で、まあ、ここが一番大事なここです。だんだんにさ、ペレットを減らしてさ、ペレットを1日15、ちょっと、もう一回身体検査しか、もう一回言いますね。だんだんペレットを制限していくとさ、お腹すっからチモシーを食べるのが増えてくると思うんだけど。あ、ね、ごめんね、シルピナもちょっと開けといてくれる人は、すみません。外耳炎の予防の薬ね、嫌だよね。はい、ごめんね。はい、ちょっとこっちにして。はい、じゃあ歯と歯の歯茎の色と歯の色ね。そうだよね。下の歯が黄色い差が足りないんだよね。ただ歯茎の色はいいですね。赤みがかったピンクにしてるから。はい。はい、それで触らせて。ウェットブラシ用意してください。はい、じゃあ今度お腹見せて。足裏。1,2 の3。そっか、ちょっと赤いよね。ここやっぱつけたいよね。もしこれが嫌がるんだったらさ、なんかお皿につけといてさ、つけて出しといて塗ってあげるといいね。最初のうちはスプレーが嫌なんですよ、多分。嫌で、もう手のひらに滴らせて、もうそこに足を置いてもらうみたいな感じで。はい、普通にして、普通にしてください。はい、で、体もさ、スプレー直接かけないでさ、なんでこんなバサバサなのここ。いや、なんか朝晩保湿をしてて毛玉になっちゃってる。ブラッシングも朝晩してるんですけど、つけすぎかな。そんなことはないよね。じゃあ、直接スプレーしないでさ、手につけてすり込んでください。わかりました。それでブラッシングしてください。で、足裏はやっぱりやった方がいいね、赤いから。で、それとこれとね、はい、そう、それで、やっぱりね、栄養状態はさ、結構いいんですよね。新茶屋さん太ると上半身に脂肪がついてくるんで、だから体重減ってるけどさ、いいですよ。はい、インドが200個出てるから、うん、だから700切ってもいいからいいんですよね、はい、ただまあ600台は維持しておきたいんで、で、
これでもうだって 80% ってことは15の8だから、もうこれで12ありますもんね、はい、だから、はい、あのプレットの量は、700として1日で14ね、でチムシは 14g 以上ね、はい、になるように、だからプレットをちょっとだけ14で止めてほしいんですよね。そんでチムシをとにかくどんどん食べさせてあげると、はい、それから目やには砂になる、だからあのこの間ですよ、目薬ってさ全然強い目薬じゃないから、目を洗う成分ホウ酸とヒアルロン酸に保湿する作用が入ってるから、はい、目やになかったら休んでいいです。ああ分かりました、うん、でもあの砂遊びした後とかつきやすいでしょ、つきやすい、うん、だから砂遊びした後ちょっと点眼して目洗ってあげた方がいい、分かりました、そういう風に使ってください、はいはい、ただ保湿とブラッシングには慣れてもらわないといけないから、こんなに抜けちゃダメだからさ、あの1日2回、ただしこの間しつけの話しましたよね、はい、おいでつって食べさせる、はい、でアイコンタクトして食べさせる、はい、うん、それをやりながらね、で特に食べさせながらブラッシングしてください、でさっきのこの背中のこの骨、これはでは邪魔ですから、ブラッシングの仕方が悪いんですか。そうそう、なんでやってますブラッシング、こういう感じの、うん、ブラシ、はい、ブラシで、だからウェットブラシは割と痛くないからおすすめですね、はい、だけど、うん、ウェットブラシが慣れてきたらこういう、これ猫ちゃん用のフォームなんですけど、ちょっと触ってみます、最初からそれやると痛いから嫌がりますよ、はいはい、だけどこれだけで、まあ、これぐらい取れるわけだけど、これでやったらたくさん取れます、だけどその分嫌がりますから、これ嫌なんです、うん、嫌がってますよね、嫌がってますよね、だから上手に使い分けて、ウェットブラシの方で痛くないのでブラッシング鳴らしてもらってね、はい、だんだん毛玉ついてちゃダメだもんねと思います、力が弱かったんです、足はまだ赤いんだね、じゃあそれがいいですね、こっちの方が多分好きだけど、はい、ちょっと足裏はちょっと光線照射当てますね、ちょっと当てて足裏で、はい、100でいいや、100の1分、はい、ここにあるからね、これを映るようにしてください、これだけ当てました、それでちょっと寄生虫を予防、寄生虫の話しましたっけ、あ、はい、今日それつけさせてもらっていいですか、はいはい、大丈夫です、それ1回つけると1ヶ月大丈夫だから、はい、つけます、でちょっと毛玉がいっぱいあるからさ、はい、まあ予防だけの話したら1ヶ月後でもいいんだけど、はい、ちょっとまあ1ヶ月の間ぐらいにちょっと見せてください、足の裏とかちょっとその状態ちょっと見たいんで、はい、あんなんでほっとくとさ毛玉になっちゃうと皮膚病になっちゃいますんで、はい、今度それからいつも使ってるさブラッシングで使ってるブラッシングにしてください。あ、わかりました。そしたらアドバイスしやすいですね。はい。で、皮膚はちょっとあれ。でも目はだいぶ良くなってますよね。はい。まあ肥満もちょっと解消されてるから。そう、ウンチが出なくて体重が減っちゃダメだけどね。200個から250ぐらい出てるからさ、それで体重がちょっとずつ減ってる分にはいいと思います。はい、はい、じゃあこの用紙はまたもう一枚受付出します、はい、はい、あの足裏って朝晩保湿はしてたんですけど、そうそう、いつもう少し早く治りますか、うん、その子のさ環境にもよる、床の環境にもよる、結構そのチモシワと引くようにはしたんですけど、うん、回し車、はい、もう何ですか、網やみのやつなんですけど、それとかも影響しますかもしれないし、まあどっちにしてもね、後ろ足の測定皮膚炎はチンチラはさ、うん、持ってる子の方が圧倒的に多い、だからそれをひどくさせないように保湿と T3 でコントロールしていくというのがいいかなと思います、うん、だからブラッシングと足裏のね保湿と T3 はちょっと習慣づけていただけるといいかなと思います、わかりました、アドボケイトのこれ今からつけるのはこれ猫用と書いてあるけど、チンチラさんが使えます、オキシデクチンという成分が入ってて、これが、まあ、お腹の寄生虫とかね、血管につく寄生虫とか、顕微鏡で見なきゃ分かんないのちっちゃいだけ、そういうのを利用します、はい、じゃあこれね
剤を首の後ろに垂らします。でこれこうやってやると穴が開くんで開きましたね。でこの子が舐めれないようなとこ、なるべく頭この辺だと舐めれないじゃないですか、はい、こういうとこに2カ所ぐらいに分けてつけます。そうすると、あの2時間ぐらいすると皮膚から吸収してくれますので、はい、はい、重くしてくる。で、これは本当非常に副作用があるキリックスですね。そこで渡してきますね。じゃあ、もうキシレキシン、この抗寄生虫薬に関しては1月後なんだけど、あの2週間前後でちょっとご都合のいい天気がいい日にちょっとまた皮膚の状態見せてください。わかりました。チェック、測定と、なんだかな。紐の状態ね。そう、さっきのここ毛玉ですからね、だいぶ今取ったんだけど、あんな風になってきたらダメですからね、はいはい、表面しかやってなかったですね、うん、なかなか難しいんだよね、慣れるまではね。さっきの子起こしなかった、うん、ちょっと落ち着いて、はい、じゃあ OK です。ありがとうございます。じゃあ点眼薬もさ、はい、まだたっぷりあると思うから使ってくださいね。はい、分かりました。砂遊びしたらやっててください、はい、じゃあ観察用紙だけね、ご用意しますので、受付でもらっていってください。